抜いて、ね、満塁にして、ね、そうですね、やっぱり今宮というわけにもいかないしね、今宮選手もね、今シーズンサヨナラ打を放った時に、はい、勝負強さに磨きがかかってますからね。ただ7回8回になってくればそういうのはあり得るかもしれないですよね、はい、なるほど、まだ4回中盤ですので、そういうことですよね、たとえ1点こうね追い越されてもまだ攻撃が長いですからね、逆に大量失点をしてしまう方がね、やっぱりきついですよね、まあそれとプライドとして許さないでしょう、なるほど、そのエースのね、そうですね、なるほど、そういう部分も、それも大事ですか、はい、キャッチャーはそれでもいいかなと思う時あるんですけどね。なるほど、まあ、その辺もキャッチャーとピッチャーのまた違うところかもしれません。ただやはりバットを持っている以上はね、当たればどっか飛んでいくわけですから、まあ、あとはその確率のだけですからね、そういうことですよね、それが野球の場合は3割以上がすごいというだけでね、はい、そうですよね、7割が失敗するわけですから、失敗の方が多いわけですから、はい、さあそういったポジティブな気持ちでいけるか、ファーストランナースタート、中村アワスター、レフトの前で弾んだ、勝ち越し、中村今日も延長のランプを灯しました。もう絶対強振しませんからね、そうですね、軽打ですから、2点をもらった則本ですが、逆に3点目を現状してリードを許してしまいました。さあ改めて今のバッティングです。いやこれは打った方がうまいんじゃないですかね、もう手が届かないところですよ、本来は投手としてはもう本当に外のいっぱい、まあそれとボーカーの守備もあるんでしょうけどね、やっぱり若い外野手であれば、取ってくるんじゃないですかね、中村の17試合連続ヒットでリーグ相手に1点のリード、試合をひっくり返しました。なおも1塁2塁、打席今宮、外野前に来ました。大きな頼みと、もう一押しというのが、はい、エイチのランプを灯した中村、続いた今宮、レッドはボーカー、セカンドランナーノーストップでホームに帰ってくる、さらに1点加えて4対2、まあこれが一押しというかね、ホークスが2アウトから取る、まあでもやっぱり外野の守備もあの辛いですよね、ピッチャーにとったらね、そうですね、確かにヒット打たれる方が悪いんですけれど、スライダーですよね、まあ本田の足ですからね、はい、まあそうですね、では来るでしょうけれど、それでもクロスプレーぐらいになってほしいかなという、もうサードコーチはもう迷うことなくゴール、はい、これで4対2、2点を先制したイーグルスですが、エース森本が4失点、